回は香美町田島高原植物園に来ました。とっても広い植物園、今回は和地の大桂を目指します。入園料は大人500円、高校生400円、小中学生100円、駐車場は無料。休園日は季節によって異なります。入り口にはレストラン、お土産販売、農産物の販売もあります。兵庫県観光百選の第1位にも選ばれている素敵な高原。樹木、草花の自生植物約2000種類と、それに類する300種類ほどの植物を見ることができます。2つの池や湿地もあり、トンボなど昆虫や野鳥が大変多く癒されます。園内では湧き水に触ることのできる場所があります。とても綺麗でかなり冷たいです。手を入れて15秒耐えられるかチャレンジしてみてください。園内に生物に注意の看板は見かけたのですが、マムシがいたので怖くて迂回しました。道の上の細い紐のようなもの、わかりますか？とっても広いので密になることもなく、ゆったりと読書に戻されている方もいました。ピクニックとかしたくなりますね。トイレもあるので長時間過ごしても安心です。奥に進み、今回目的の和地の大桂へ向かいます。田島高原植物園では日量5000トンの湧水が園内を流れているそうです。約9度の水、足をつけてみてくださいね。田島高原植物園のシンボルである和地の大桂、樹齢は1000年以上とも言われていて、幹周り16メートル、高さは38メートルあります。大桂の生命力に感動します。この大桂の森は流域の生活用や農業水源として重要な役割を果たしているそうです。極めて純度の高い軟水で、色度、濁度、周期、味、どれも優れた名水として知られています。そんな水を汲んで持って帰ることができます。入り口でペットボトルも販売されています。料理などに適していて、肌にも優しい水です。レストランフッテブルネンでは天然水を使用した天然水コーヒーも楽しめます。これからも兵庫県の魅力を紹介していきます。チャンネル登録よろしくお願いします。